岩月中学校の交渉埼玉市立岩月中学校は埼玉県埼玉市岩月区中町1の14の35に存在する公立中学校である新学生により町立岩月中学校開設岩月窓柏崎中学校を廃止して組合立岩月中学校開設第3.4校舎増築学生町村合併により 公明を岩月町立岩月中学校に変更。技術科実習室落成。プール巡航、本館落成。城北中学校新設により、城北中学校が分離。鉄筋4回校舎落成。屋内運動場完成、水泳プール移転。学区編成外により、柏明中学校と分離。西原中学校新設に伴い、学区編成外へ。 開校40周年記念事業及び記念式典許行、コンピューター室を設置英語化ティームティーチング研究本発表全国社会福祉大会において厚生大臣表彰を受ける運動場西側防球ネット改修工事完了マラソンコース設定西門島改修工事南側フェンス改修工事完了北門ロータリーに時計塔設置 空調設備工事完了。爽やか相談室開設。開校50周年記念事業及び記念式典挙行。記念樹、クスノキの記食樹及び中庭整備。タイムカプセル埋設。テニスコート改修工事完了。体育館屋根改修工事完了。テニスコート付近フェンス及び防球ネット工事完了。マラソンコース植え込み。 校庭夜間照明施設完成。埼玉市と岩月市との合併により、校名を、埼玉市立岩月中学校と変更。開校60周年記念事業、マイスクールコンサート実施。男子バレーボール部平成19年全国、中学校体育大会第37回バレーボール選手権、大会準優勝。中校舎耐震工事完了。普通教室空調工事完了。 北校舎耐震工事完了。北校舎トイレ改修工事完了。南校舎昇降口耐震工事完了。給食室建設工事完了。自公式給食開始。工程用水道設置工事完了。体育館非構造部材耐震化等改修工事完了。災害用トイレ設置工事完了。男子ソフトテニス部平成26年度全国。 中学校体育大会第45回ソフトテニス、大会第3位、正門ロータリーに記念碑設置、体育館放送器具交換工事完了、体育館照明修繕工事完了、体育館ステージ幕のドン調追加工事完了、希望の丘、 http://iwetsuk-i-j.saitama-city.ed.jp スラッシュスクールガイド、スクールソング、html 参照。ありがとうございます。